小学5年生の頃から卓球を始めて、で始めたきっかけが同級生の中で県にも通用するようなすごい強い同級生が友達にいて、でその子の卓球の実際やってる試合とか動画とかで見せてもらって、それがすごいかっこいいなって、とても刺激になって、でそこからクラブチームに通い始めてっていう風に始めました。卓球はとてもダイナミックに動くところもあるんですけど、その反面相手と1対1で行う競技なので、相手にどんなサーブを出したら相手がどこに返してくるのかっていうのを予測しながら考えて動くことによって、相手を揺さぶったりとか相手のミスを誘ったりとか、そういう心理戦を楽しん一番の楽しみだなって思ってます。個人個人のプレーになるんですけど、やっぱり練習相手としては人が必要じゃないですか。相手の上手いところを自分の中に落とし込んだりとか、相手と競い合ってお互いを高め合ったりとか、そういうのはとても重要だなって思っております。生徒会活動では1年生の後期と2年生の前期、そして今現在の2年の後期のこの3期間で活動を行っていました。その生徒会活動で行っている活動は、校内の清掃活動と、でもう一個は、生徒会費っていうものが、お金が使えて、そのお金の有効活用について全校生徒でアンケートを取って、で先生方と交渉をして購入するっていうことを行っています。計画性を持って行動したりとか、人前に立つだったりとか、普段だったらあんまりできるようなことじゃないことを、この活動を通して行えているので、そういう活動が、自分の中で生きるんだろうなって思いながら、小さなことでも努力はコツコツしていった方がやっぱり後々自分の身のためにもなるし、もしかしたら自分の武器になったりすると思うので、小さなことでもコツコツ続けて、体力作りだったりとか勉強時間だったりとか、そういうのは重要かなって思います。何事も自分から動くぞ。